こんにちは。こんにちは。今回はですね、俺の大好きなパン、はい、きなこパンを作りたいと思います。おー、学校で出たようなやつ。学校で出たようなやつとは違う、ちょっとねじろうかなと思います、ね、コッペパンの揚げきなこじゃなくて、うん、俺あの、まっちゃん、豆腐屋まっちゃんのなんか、ねじねじってしている、あの細長いやつがあれをめっちゃ好きで、まあそのあれを作っていきたいと思います。あそこでカウンターで頼んだらあっちで買ってくださいって買ってくださいって言われるあのあれを作りたいと思います、はい、じゃあまず強力粉は 200g。 今回はね、あのホームベーカリーを使わずにね、手で、はい、手ごね、手でこねていきたいと思います。スライスと 5g、 これ 3g や。強力粉、これ200ある？まだある？新しいの。200ね。よし。200。はい。203。そこに、はい、もう入れていいのかな？入れてスプーンで中央くぼませ、A を順に入れる。出た、また。へそ作るやつね。はい。で、そこに砂糖15、塩3、インドライスト5入れてください。くぼみ作って。はい。で、その次に溶きバターを使う。ポイントがないからしいので砂糖、塩、ドライイースト。砂糖が15、15、塩が3。砂糖を15、もう今ので中ですね。塩は塩が3。3g と牛乳は150。はい、150入れていいのか。はい、牛乳150。はい、あとでスプーンでざっくり混ぜますと、またそれ15、15ぐらい、うんうん、ぐらいね。グラム約15ぐらい、ね、目方15で混ぜる。ざっくり混ぜたら多分お菓子と、はい、とかってさ、ざっくり混ぜるの表現出てくるんやろかね。ざっくりと、あとさっくり混ぜる前もあるもんね。さっくり、さっくりの系、さっくり混ぜる。さっくりとか、よし、これざっくり混ぜましたね。ざっくり、はい、してそこに溶かし豚、うん、バター、豚溶かし豚か、溶かし豚か、溶かし豚を加えてさらにざっくり混ぜる。はい、はい、およそ 15g。うん、豚を、うん、おかしい、豚を並び加えて、ざっくり混ぜる。大体、ま、もうそんぐらいになったら手でこねていくみたいですね。はいはい、はい、したら、俺こねを組んで、はいはい、あの油の準備はしてもらっていいですか。あ、もうあげれるの。ちょっとしたらですね。あ、そうなんだ、はい、こねていきます。まあ、ボウルの中で今回は多分大丈夫なんですけど、本当やったら多分あのなんだっけ、木の板とかに打ち越してなんじゃいしなさいみたいな感じなんでしょうけど、なんかこの人のレシピ見るとなんかもうこれでこねてもう形作ってちょっとだけ休ませてもう揚げれるみたいな、簡単になんか作れるレシピを。では油を、最高級の油を、せっこっきゅーの油でやってます。せっこっきゅー、これね、知ってる人は知ってると思う。お子さんがいる人はね、知ってると思うよ。せっこっきゅーもね、なんだろう、全く俺分からんもんな。なんか、なんやろ、白血球か赤血球かな。せっこっきゅー、多分あの、子供がいるってことは教育番組の何かな。だろうね。いや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 、アニメのアンパンマンとか出てんのかな。お、正解。ずっとね、何だったっけな、あれうな丼マンかなんかそんなやつの横についてくるぐらいの山椒。もう、はい、パンじゃなくなってくるんですね。パンじゃない、山椒がしゃべるぐらい。なんていうの、せっこっきゅーせっこっきゅーのうなぎを使って、あ、うなぎ食べちゃうんだよし、これ終わりました。はい、そしたらやっぱここで耐熱ボウルにって書いてあるから、やっぱり600で15秒。へえ。で、なんかそういうあれができるのかな、膨らむの。20秒しよう。じゃあ、じゃあこちらも、はい、油の方は、油どれぐらいの、170でグレード170、はい、グレード最高級。
最高級グレード温度やろ最高級グレードではまたちょっとだけこねるらしいです。ちょっとこれが発酵とかのあれになるのかな。生温かくして、はい、生温かくしてなんかちょっとだけこねるってで同様にもう一度繰り返す。もう同様にもう一度、はい、これどういう作業なの。温めなんかこう反応を促すんじゃない、うん、なんか発酵とかのあれなんでしょうね、うん、生温かく、うん、イースト菌であの二酸化炭素を作るっていうあれが熱帯魚でね、はい、あるんだけど、はい、そのイースト菌をこう、はい、砂糖とか砂糖水かな、はい、入れて温めたらこう二酸化炭素が出て、はい、それが植物に二酸化炭素で光合成するっていうのを、はい、あれで自分でそれ作って置いてたら部屋中がイースト菌の匂いになる、はい、酸っぱい匂いなんか酸っぱいっていうかアルコールというか発酵の匂いで焼けたパンの匂いじゃないからさ、ね、いい匂いではないよね。よし、これで生地完成ですね、はい、はい、パン生地完成です。そしたら次は待ちかな。いや、作業台に作業台ね、作業台をちょっと倉庫から持ってきますね。でも昨日これね、まな板、昨日まな板でいいかな、はい、で、手のひらで広げる綿棒を使って 20×20 ぐらいに伸ばすって書いてある。 10×20 の四角、うん、四角ですね。これ一応8個分のあれなんで8等分にします、うん、これチュロスとは違うの。チュロスとは違う。これはそのあれを食べたことがないから。ドーナツ、あーね、ふわ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 パン、パン八やけんが、にほいケーキを3等分にね。そしたらこの人はなんかねじってある。これをなんかこうやって伸ばして、あ、なるほどね、あ、丸くていいよね、うん、曲げてグルグルと、そしてなんかこんなしてくるくるってなんかリボンみたいになんかこんなしてる。多分上げやすいようになのかな。これ角はもうなくなっていいわけね。じゃあ、はい、角出してるとチュロス感が出てくるのかな。あそこのまっちゃんでやってるのは多分こうなんですよね。日本で多分こうでめっちゃ長いやつなんですけど、あ、上手、やってたでしょ。やっとったもんね、ワイヤリングっていう技術。なんだっけ、あれだろうな、あのワイヤのね、レースをするときにあれでもするでしょ、ね、落ちて、あとバルタの方に穴を開けて、穴を開けて、そのところに線列線をね、あれの時もするんじゃないですか。あの、なんだっけ、徳ちゃんが使ってたじゃないですか、グリグリグリって、あ、バー線、結束線やね。あれはもう一度グリッとして輪っかば作らんといかない、うん、そしたらクリクリクリってなんか、はい、そしたら次フッキングシートの上に生地を並べて霧吹きで水を吹き10分間寝かせる、うん、いはい、じゃあ小玉さん霧吹きで、はい、口霧吹きでしょ。グレートムタって言ってどこ霧の方。ないもんな、まあ、めっちゃ今探しようかけど、はい、まあ濡れタオルでいいのかな、これは。俺同級生がグレートムタのいとこや、じゃあ武藤のいとこではないよね。いや武藤刑事のいとこではない。いや、一緒ですよね。おそらくこれでいいのではないでしょうか、うん、濡れキッチンペーパーでふわっと濡れときゃ、うん、いいんじゃないかな、うん、はい、じゃあこれでちょっと10分間、はい、はい、待ちます。はい、はい、10分経ちました、はい、というわけでこれを揚げていきたいと思います。はい、170度で3分ぐらい揚げたらもう完成という感じなので、はい、で揚げたらすぐにもうこのこれきな粉をまぶさんといかんらしいので、うん、あっという間にね、べちゃべちゃしてるんですね。ですね。じゃあ170度上がってますんでいきますよ、はい、お願いします、うん、じゃあ頭からどっちが頭かわからんけど。じゃあ、これの方が頭なのかな、うん、静かやな、うん、じゅわーんじゃない、ね、クリーナーやろね、うん、
児玉さんがいつも入ってるお風呂だかな。俺はあれやけどね、塾長やねんすかそれ。おでん、おでんにそおろい。部下たちをこれです支えて。塾長のあれやねん、何だっけあれは。ワンピースの中で俺を例えるならもうあの人しかおらんじゃないですか。向井も違う。バーゴロクさん。もう言いますよ。あれ、シロロロロの人。違う違う違う。ゴッドアナル。期間でよかったね。何がある時間がちょっと無駄やったかもしれない。ゴッドアナル。月に行け。ナイス。行け。踊ってくんなよ。つかないで。3分ぐらい、見た目はどんな感じで。きつね色ぐらい。もうきつね色ぐらい。きた、きつね。やばいこれ。シルバーフォックスなのかね、銀狐で、うん、シルバーフォックス。もう前もなんかこういう話した気がするけど。白い狐とかもおるもん。狐と緑の狐と。この間タヌキが本当マジ、うん、車の前がずっと歩いてるから、お尻ぶりぶりして帰った。チュロス作ってない。ハニーチュロが大好き。ハニーチュロ作りましょうか。チュロス作ってんのでも。一回作ってる。ハニーチュロね、ポンデリングが出てきてからね、うん、あの座を奪われたよ。ちょっと中がもちもちしてる。あ、そうですね、確かに。ポンデリングに奪われたけど、俺はまだ、あの座はまだハニーチュロさん。ポンデリングも頼むけどね。裏切りもの。てか、あの感じがもう大好きと。大好きなんですね。あげます。はい、何用意した。いや、頼むのはですね、はい、あともう一個あった。油切らんばかな。クラムチャウダーを頼む。クラムチャウダー、ああ、ミスト。かなりあれやね、それ。うん、一旦ちょっと油を切ってまぶそうかな。カウントストップ。なんか今のところ俺にはあのよりよりに見えてきた。確かに。チカチカチカチのよりより。でもうまいもんね。よりより美味しい。好きなの。結構俺も好き。俺歯の効きを感じる。ちょっと食い出したらもう止まらなくなるもんね。ずっと。美味しくあれは。長崎メーカー。あれどうなんですか。長崎でしょうね。あの中華街とか。リンガーハットにはお土産用で売ってありますよ、ね。よりより。ああ、そういうことね。うん、よりよりも硬いけど、それより硬い硬パン。よりよりより、それより。より硬い。よりよりより硬い。より硬い。硬パンかなんかそんなね。硬パンもありますね。めっちゃ硬いですもんね。見た目の100倍硬い。うん、よし。オッケー。うえい。はい。なんかこうマシマシで。かけました。すごい。もう原型がちょっと分からなくなって。あのなんかパン、あれを探す競争の中で。じゃあ食べますか。はい、じゃあ食べていきます。はい、まあ、ここで食うかな、うん、はい、じゃあ食べていきます。はい、いただきます。いただきます。まだ熱いやろうけんですね。熱っ。こっちこっちの方がちょっと冷えとんのかな。はい、いただきます。いきます。はい、うん、うん、もうちょっと砂糖を入れてよかったな。きなこにね、うんうん、だいぶ砂糖入れたはずなんだけど、かなりだいぶ喉乾くやってやる、うん、かなり大豆の味が。2人ともえらい水分を取られたような喋り方。もそもそって喋り始める。完全にあのハムナプトラの世界。もそもそもそって喋り始める、うんうん、ああ水分の中ってやるな。揚げたてだとやっとやっぱサクサクですね。うん、うん、美味しそう。めっちゃ美味しい。カレサンジのおやつに、うん、ちょうどいい。ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。うん、ドライマイスだけんね。マイスドライマイスマイスって言ったら今入れたでしょ。うん。どうしました。毎回全部持ってる。で、やつのこと飲み込めたと思ったら唾液がブワッて出てくるけど、次一口口入れたら全部持ってる。うん、まあね、こんだけのきな粉追加したら、うん、さっきなこパンって感じの、うんね、おいしい。ってことは相当砂糖入ってますね。ですね、きな粉の方に。はい、やつはというわけで今回は、はい、俺の好きなきなこパンを作ってみました。ちょっとアレルギー出てません、はい、大丈夫。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。水がご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、し、はい。